では、ジーモン・マイヤー、または、グンツェンハウゼンのマイヤーとも言う。ガリレオと、独立して、木星の4つの衛星を発見したと主張していた。ブランデンブルク・アンスバッハ編境白寮の、グンツェンハウゼン出身。1596年の水星を観測し、同地の主任数学者になった。1605年頃まで、パドバ大学で医学を学んだ。1610年ガリレオと、 同時期に望遠鏡で木星を観測した。1614年マリウスはデムンド常備洗いを表し、その中でガリレオよりも数日早く木星の主要な4つの衛星を発見したと主張した。これがガリレオとの論争となった。マリウスは同書において1609年の11月末から木星の衛星の観測を開始したと主張していたが、 観測記録の日付は12月29日から始まっている。今日ではマリウスはユリウス歴を使用したと考えられており、これをグレゴリオ歴に換算すると翌年の1月8日になる。そのためガリレオが先に発見し、その数日後にマリウスが独立して発見したとされている。木星のガリレオ衛星の名前はマリウスが与えたものである。木星にはべっていることから、 キリシア神話から取ったゼウスの愛人たちの名前が付けられた。その他に1612年にアンドロメダ銀河を観測したことでも知られる。現在のバイエルン自由州、ミッテル・フランケン行政管区、バイセンブルク・軍ンツェンハウゼン軍正式名称、ムンダス・ヨービアリス・アンの MDC-9 ディテクトゥス・オペパース・パシライ・ベルジャシー。ありがとうございます。